SS-10 は、ノール・アビアシオンが製造した、優先指令誘導方式の対戦車ミサイルである。アメリカ軍での形式番号は、MGM-21A。フランス陸軍には1955年から配備された。アメリカでの運用期間は短く、1960年代、初頭のみ。1962年の生産終了までに、およそ3万発が製造された。 作薬量5ラムの成形作薬弾頭を持ち、4 0 0、mm、トルのスチール合金を貫通できる。開発はフランスで1948年から開始された。設計上の第一要求は運用コストが安いことで、1955年、当時の価格ではミサイルが340フラン、操作機が1750フランであった。1952年に、 初めての実写試験が行われた。1954年にアメリカ陸軍も試作品の評価試験を行っている。1955年に開発は完了し、フランス陸軍に配備された。フランス軍が使用する SS-10 という形式は、サーフェイス2サーフェイスの略で、地上発射、対地攻撃を意味する。1956年の第二次中東戦争の際、 イスラエルがこのミサイルでエジプトの戦車を攻撃している。アメリカ陸軍はかなり早い段階からこのミサイルに興味を示していたが、実際に調達したのは独自に開発した SSMA-23 ートであった。しかし、1958年に SSMA-23 は退役し、SS-10 と SS-11 の購入を検討した。 1959年2月、一時的な SS-10 の購入が決定した。1960年1月から配備され、1963年に MGM-32 インタクが導入されるまで運用された。このミサイルはソ連にコピーされ、3M6 シュメルの基本設計となったとされる。ミサイルの誘導は、電動で稼働する翼によって行われ、必要な電力は、 操作機とミサイルをつなぐワイヤーから供給される。飛行中に回転することから、翼の制御に必要なジャイロスコープが搭載される。他の優先指令誘導方式のミサイルと同じように、誘導操作は非常に難しく、いてには高い練度と集中力を要する。ありがとうございます。